あ、スエさんが選んでるキャラは、リョウ、チョイ、ベニマル。あ、スエさんもキングは相手によってなのかな。さあ、じゃあクジャク剣シップ逆から、さあ裏リョウ、あ、そうか、裏リョウか、スエさんは。さあ、生産は無理をせず着実に球を打っていけるときだけ行く。さあ、ゲージも貯めて決して無理はしない。さあ、これはさすがにバスケ部さんも相当やりづらそう。さあ、冷たい立ち回りで残り時間10秒切って、さあ最後も三節コンに MB をピシッと当てる。さすがに冷たい。さあ、ガーキャン、もう少しも相手のペースにはしたくないっていう気持ちが現れてますね。さあ、溜まったらすぐガーキャンで払って、なるべく自分のペースを保っている。さあ、ここはバスケ部さんもガーキャン。さあ、足投げ通って置き攻めはめくり、しっかりぴったり BBB タッチ B でフィニッシュ。さあ、一気に2打点してバスケ部さんの大将ラッキー。さあ、さっきとは打って変わってここはもう倒しに行く。さあ、ここはガーキャンして、さあ、ここはくぐってめくっている。ラッキーはめくりやすいのかな、でかいもんね。さあ、ジャンプ D が中断になっているが、足払いがもう確定に近かったな、今おそらく確定したっぽいな。さあ、もうバスケ部さん後がない。さあ、ここをどうしのぐのか。しゃがみ C が相当ヒットしているが、いや、危ない。ここはガキャン。さあ、相当粘っているが、おっと、ここはコンボミス。ガキャンしてボールを投げ、さあ、しっかり移動で逃げる。さあ、しかしさすがにここは捕まってしまう。ここでついに生産がバスケ部さんの連勝を止める。しかし、だいぶバスケ部さんいい動きしてましたね。はい、まあ放送はできるか。陰獣学園校長、バイブレーターさん。バイブレーターの字がひどいことになってるけど、まあ、なんか明日のゼロ2怖く出れないから今のうちにこの名前で出ようって来てくれましたね。さあ、しかし相手はスエさん、日月覇者です。さあ、浮き火が強すぎる。そう、これ2番手シェルミ、これはうまい。しっかり出し上げ決めて置き攻めを選択。もう一回投げて追い打ちに行かず、さあ、タッチシーつかるんですね、チョイのしゃがみに。ここは前転で中央に逃げて、さあ、すごいところを取る。これはつながらない。ヒョウパンから投げてフィニッシュ。ここで両差が、スエさんの量本当にもう要塞のような、相当崩すのに苦労しそうですが、さあ、苦しい。これは
デカンさん対処はマチはかなり珍しい、カナさんにしてはチーム構成ですね。ここはジャックジャックからしっかり決めて、置き攻めは中段気味のジャックキック、これは相変わらず強い。しゃがんでいるが、さあ面白いようにジャンプ攻撃が決まっていく。エボニーを重ね、さあ投げを外して、うわーこれはよく見ている、ダッシュしてしゃがみついていく。さあ次に出てくるのはベニマル、あもう対象戦か。さあ BB がしっかり強勝流、末さんのコンボはなんかタッチ B で締めるって聞いてたんですけど、しっかり強勝流を打ってますね。さあエボニーは大ジャンプで避けていく。ベニマルはやっぱエボニー超えやすいですからね、ちょっとやりづらそうですね、町屋側が。ここはガーキャンからしっかり NC、 さあ空中投げ、これは苦しい。さあ透かし投げは逆に D 投げして、あこれはちょっと惜しい。ベニマルの雑魚が若干低くジャンプ B が引っかからなかった。というかあと残ってるのは自分と、ジャーさんとたけしさんだけかなの3人だと思われますね。はい、おカッチャさんはなんか最近というかなんかダイモン使ってるという話ですが、しっかり紅白戦でも使ってますね。さあ開幕追い打ちが漏れてしまい、これは痛い。さあこうなるとさすがにちょっとちょいを追っかけるのが、追っかけなきゃいけなくなるんで面倒くさいですね。いやーしっかりジャックパン、ジャックパン砲撃が決まってぴったり死ぬ。さあこれ2番手のダイモン、あてかよく思えばカッチャさんと俺のチームは一緒か。あしかしこのリードされてる状況だとチョイは非常になんかもう強キャラに生まれ変わりますからね。さあお互いゲージをため合って固くいく。さあカッチャさんは技を振ってとりあえず引っかかる引っかかると、これちょっと中段ジャンプシーンにはいけなかった。 D ボタンで、フェニスされて、ここで中堅量、ここは抜けていくがしゃがみチェが確定。さあこれは両側にゲージがないが一発の相打ちでも痛すぎる。さあこれはどうなる、いやー中段が使ったところにしかしシャンビーでしっかりフォローして大将裏へしろ。さあ着実に小技を割っていくのはヤシロ。さあヤシロもジャンプがやっぱ低めなんで球が非常にめんどくさいですね。いやーこれはきつそう。ガーキャンして、まあ A でガクラ、さあ相当苦しそう。カッチャソピンチ、残り時間は20秒切る。ゲージはマックスあるが、さあじりじりしすぎている。うまい、よくダッシュ前転した。なんとかしのいで大将戦、これはワンチャンある。発動ベニマルも楽はできない、足割り決めて、いやーしゃがんでいる。さあ最後は削り切るぴったり。
3ドット削ってフィニッシュ。はい、それでは次ワンピースはのはジャーさん。さあかなりお互い、まあ、対戦しているながらとは思うんですが、さあジャースさんはチャンが入っているダイモンではなく、さあ機嫌はまずまず。さあ生産は先に順番を決めて、ベニマル亮ちょいの順番、ちょい大将。さあここはジャーさんがチョイを一番に選択。さあ開幕突っ込んでいくのはスエさん。いやー減った、これはでかいダメージ、めちゃめちゃ減ったな今。さあシャミシーからウキーが2ヒット。さあ早い展開、 NB で飛びを防止して、ここがガーキャン NB、 おっとスカル。さあ浮きを刺しているが体力リードはスエさん、浮きがウエンド差すぎる、ゲージが溜まっていく。しかし体力リードをしているのはベニマル、 NB で相打ちを取っていくがちょっとダメージ負けしているが、いやー最後も相打ちになって勝ったのはベニマル、なんとか勝利をもぎ取る。出てくるのはマチュア、開幕突っ込んでいく。あジャースさん対策なのか何なのか、相当攻めっ気出してますね、スエさんが珍しく。さあダッシュするだけが刺さって、ジャンプともしても刺さる。さあコレダーを透かしてジャンプ B、 ここはほぼ五分の状況にもなって中堅戦。さあ俺なんかもう今日いつも以上になんかロレスが回ってない気がしますが、さあエボニーを巻いて、さあ飛び道具ではさすがに量にブルがあるか、しかしそこをうまく飛び込んでワンコンも決めていく。さあ勝利を放して、さあジャーさん側にゲージがないのがちょっと痛いか。さあここは引っかかる、魔王消防拳、うわー弱で出してしまう。さあ体力リードはじゃあゲージで忘れ、いやージャンプ B からここでジャーさんが一歩リード、残るはチョイ1枚。スエさん粘れるか。さあ開幕くぐって壊しコパン砲脚、ウキはジャンプ B で止めて、さあジャンプ C 入る、うわー最後は NC。さあ大将がちゃんと対チョイ、あい打ちからこれどっちが有利なんだろう、うわスカル鉄球がスカル、いけ痛すぎる、しゃがってしゃがみ BA 砲脚。さあ相当いい勝負、ここは下がって発動、一発を狙う、走って、あーこれは繋がらない、しかし前も離れて投げまでいけない。さあ中段からほぼゴムの状況、走り込んで BA 砲撃、これは死ぬか、死なない、チャン勝て、あー届かない、こけてND でフィニッシュ、勝ったのは生産。かなり面白い試合でしたね今のは。さっき実況したカナです。リンリンさん見てる、俺実況するよ。で初期さんがあ、ボタン位置がちょっとボタン配置変えるんで少々お待ちください。初期さんなら A 落ちでもいいと思うんですが、えやっぱ厳しいとのことなので、今ちょっとやろうとしていたがやっぱりダメだったと。まあ、A 落ちやっぱきついですからね、シャガ A シャガ B とかいう謎の連携やっちゃいますからね。
職さんが入念にボタンを変更してコンパネ指名の、はい、確認しリセットをかけるテストモードに入りリセット、はい、一連の流れ、はい、始まりました。1P が初期さん、2P がスエさん、スエさんはベニマルかな、断層したバウンサーになってしまうかな、ちょっとした読み合いが大丈夫です、大丈夫です、何でもありが西日暮里 VS です、キャラを変えて大丈夫です、不良の事故です、不良の事故です。あ、スエさんやはりバウンサー選択、初期さんが、メダリスト、そして女子大生囚人、鉄球が出てきた。さあ、なんかスエさんのこれチーム的になんか三角関係みたいなチームっぽいですね。なんかチョイがキング好きだったみたいな。さあ、紆余曲折の読み合いを発生させながら千鶴対チョイが出てきた。さあ、通り魔に引き裂かれるのか、分身で翻弄してしまうのか。最初にまずドット削り、両方ともゲージダメ能力半端ない。ノアス入り、いきなり大ダメージが当たる。そういった間にチョイはもう2ゲージほど溜まってしまう。そして体力も8割ほど奪ってしまう。シズルが厳しい。ウッキーがかなり機動力高い。あ、追撃入らずも画面端に追い込む状況。ここはたまらずガーキャンめくると思ったら飛翔客、さすがの初期さん苦笑い。勝ったのはチョイ。やはりゲージダメ能力とあの機動力と、ね、特定のキャラの有利さ加減からチョイっていうのはやっぱり戦法が適してるのかな。このゲージダメ半端ない。だが相手は大門、目を開けた時は本気を出した時の証拠。おっと、チョイも無理せずまずは3ゲージ。さあ、いきなり探しから補欠を差し込み、はい、こっちみんなと、もう一発入る、もう一回こっちを見るチョイ、はい、と後ろ行ったと思ったら正ガードになり、まだガードを崩そうとしたが、そこはしっかりガード。今度は一気にダイモンが走り込む。時間の方10秒切ってしまう。もうタイムアウトと体力回復量は一緒。 MB をチクチクやり、MB には MB 対抗、あれ、おお、減った。あれが対策かと言おうと思った瞬間に減った。ガーキャン、さあ、柔道家なのに投げない、それがダイモン。ゴロ、空手の量が出てきたが、空手対柔道、ゲージはいきなり払う。だが MB でチクチク刺さる。この性能は本物か。今のうまい、しっかり強肩にして、ノーアウト中断だと思ったら当たらず、置き攻め、斜め C から天地を引き込んでいる。 D 投げ、そして今 C 投げをやろうとしたが、しゃがみをガードしていた。ここは決まってしまう。初期さんに嬉しそう。これビフォーアフター的に言うと何ということでしょうですね。すごい、 5カウントぐらいですげえ減ったぞ。そして3ゲージ溜まっている。で、最初スエさんキング、さあ、恋人の敵討ちはできるのか。弾を打って牽制をしている。この上半身裸の男、この変態をどうにかしなければいけないが、お、スライディングうまい、うまいのになんかカツカツ食らって気づいたら5割減っている。これが大門です。最初チャンコーハン、またでけえ男が出てきた。それに対して三元章のもガーキャン払う。 NC 決める。お、スライディング刺さる。ちょっとこれはキングの方に展開が向いてきたか。あ、少しカウンター痛い。スライディングガーキャン、橋に追い込んで鳥かご状態。さあ、ここで強気でベノム打って距離を離そうとしている。ゲージの方が3ゲージと 1.8 ゲージ、若干キング有利。時間が20カウント、そろそろ切るところ。さあ、10カウント近くダメージが入っておりませんと思ったが、鉄球が一発刺さる。だけから D 投げ擦ろうと思ったが距離が足りない。ゲージが尽きてしまう。サプライズを、悲しい。 D
リーダーゲー、やばい、これは信頼と実績の食産のこすりで、スエさんが涙目。勝つは食産で、あと残ってるのがたけしさんなんですが、ちょっとの試合中なんで数秒ほど、あ、すいません、お願いします。スエさんが最後、たけしさんだけです。食産です。さあ、のじ合いをしていて気づいたら最後の一人は西日暮里 VS 紅白戦ではよくあることです。たけしさんもそうなってしまい、食さんの顔を見るなり終わったと一言だが、やってもらいましょう。勝つ、勝ちます。たけしさんがいおり、うらくりを取って、あと一人、今日、草薙今日。このオーダーが順番決める時の裏クリスの顔、かなりすごい顔してますよね。でしょ、イオリ対シズル、三種の神器対決。さあ、私98やっていないもので有利不利が分からず、ありのままの実況をしていきたいと思います。いきなり妻くしが入り、氷は前転で拒否をして、やるも発信追い込められたのは千鶴だが、お前あっち行けよと、伊織が画面中央へご招待したが、そのお釣りは大きかった。さあ、ゲージも微妙に溜まっておらず、ゼロゲージのままのチャンコハン。どうしたどうした、うち B が入り、さあ伊織は闇払いを連射して3ゲージ溜まっていく。ダメージを確実に与えるのはチャンの方だが、イオリはまだ1人目、ここは投げる。鉄球回転やると見せかけて後ろ下がってる様子見あったが、置き攻めが刺さる。全部入ってしまい、ピオールきつい。これはすごい、 1P と 2P でここまで表情の変わる試合もかなり久々ですね。大将出てくるのがダイモン五郎のみ、いきなりくぐった。ヤイバラ打って投げる。イオリの方はまだ1人目、やりたい放題の強気のプレーができるが、ダイモンは3人目なんで、先生ここは強気に投げる。食さんまだ終わってねえよみたいな顔している。出てくるのは先ほど最初キャラ、あ、じゃあ3番目のキャラで悩んでいた強打が、ここは歩きで虫まで入る。さあ、歴史が違う。これ厳しくなってきたか、ダイモン。 ND が減る。見た目的に ND あと8発ぐらい当てれば勝てると思うんですけどね、そのシチュエーションにはなりづらいですね。これもう1回やって斜め D でしっかりと決め、フィニッシュで勝ったはたけしさん。食さん、お疲れ様でした。だいぶがっかりしました。でもなんかもう動きすぎですね。キュアス以外やってたら多分ガードがもろくなりすぎてやばい。はい、ありがとうございました。じゃあケスさんはまあまあいいか、とりあえずじゃあ、終わります。第4回F98 紅白戦、これで終わりたいと思います。皆様ありがとうございました。はい、お疲れ様です。すぐ楽にしてやる。